雰囲気変わったよな。甘えた感じがなくなった。武士だから戦わないと。軍隊なんかと戦うのはバカだけでいいんだよ。戦うのはバカなんですか？死んじまったら意味ねえよ。ともかくお前は無茶すんな。戦いはバカに任せとけ。ノラは軍隊より強いってな。あいつ笑った。俺だ。どうした？どうしたじゃねえよ。なんで連絡しねえんだ。悪い、忘れてた。ったく、状況は？元気元気。オープもな。そっちは無事か？足りねえだろ。あっちと合流だ。待ち合わせ場所を決めてくれ。暗号回線だから情報漏れは心配ねえよ。姉さん、そこにいるのか？誰が姉さんだ。この町は我が隊の管轄です。自分らが守ってきた町なんです。少しは自分らの意見も。各部隊へ通達。武器使用制限を解除する。全兵器使用自由。総力を挙げてルシを撃て。以上だ。全兵器って町で戦争を始める気ですか？住民の退避も終わってないのに、どれだけ被害が出ると。あんたら現場を分かってない。君らは現実を分かっていない。パルスを恐れてルシの抹殺を願っているのは誰だと思っている。政府ではない、軍でもない、民衆だ。合流場所はホープの家、フィリックス街35の A。 うん、じゃあ後でな。ハングによろしく。ん？ホープを頼む。任せとけ。合流したらセラのことも詳しく話すよ。とにかくあいつは助かる。希望はあるんだ。スノー、聞いてくれ。ホープのことだ。あの子の母親は僕です。やっぱりホープ、ホープ、おい返事しろ。ごめんなさい。ホープ、何熱くなってんだ。妨害されてんだろうが。話があるならまず合流だ。先行するから援護に回れ。しばらく頭冷やしてろよ。ルシなのか？らしい。命知らずな奴らだな。Thank you.
いもんさ。決まってたな。何者だ？どっから話すかな。半分行かれちまってるが、あんたと同じルシだ。違ってるのは、うちらは国運の人間じゃねえ。ふるさとはグランパルス。お前らが憎んでる下の世界さ。グランパルスでクリスタルになって眠ってた。なのに目が覚めたら国運だった。国運がこうなったのも、あんたらを巻き込んだのも
私とバニラが目覚めたせいさ。避難場所まで移動します。待たないでゆっくり進んでください。政府はパルシの意味だ。狙いはルシだけじゃない。ああやって連行してみんなパーディスに使うのか。また関係ない人を巻き込むんだ。何でも自分のせいにすんなよ。無責任だ。まだやれることがある。派手に暴れて何に引きつけるんだ。敵をこっちに。お前を守れと言われてる。だけどみんなも助けたい。どっちを守るか難問だよな。バカ野郎には解けねえや。無理は承知で両方守るに。悪いけど付き合ってくれねえかな。お前は自分の身を守ってればいいから。手砕けろだ。
負けるわけねえさ。どこだ、一気にステージだ。いや、それ。こんなもんさ。敵なし。
君、大丈夫か？落ち着いて。決めようぜ。どうや。
大丈夫。帰らないで。武士の野郎を助けるんだ。軍隊を呼んでこい。薄めに手を出さないで。戦うんだ。お軍を守るぞ。奴らの裏を囲んだ。ここから歩いていくぞ。覚悟を決めて突っ込むだけさ。